こんばんは。今回はですね、一政の栗豆腐天津山栗使用。こんなのスーパーで見つけたんでちょっと買ってみました。つぶつぶ食感、まあ中に栗がこうクラッシュな感じ入ってるんでしょうね。なんかあんまり食べたいとは思わないんですけども、思わず買ってしまいました。じゃあ早速食べてみましょう。こんな感じで、3つに小分けされております。わ、これは開けづらいな。パッケージがちょっと開けづらいですね。そんなことないか。なんかね、こう感触はですね、くず餅みたいですね。プルンプルンですね。豆腐って感じじゃないですね。こうやってちょっと強めに叩いても、まあ、あとはつきますけど、入っていかないですね。うわ、むにゅっていう感じで。匂いはですね、なんだろうこれ。まあ、栗の感じはしますけど、ちょっと甘い匂いですね。なんだこれ。これかなり、食感はくず餅に近いですね。そして甘い。これは豆腐、これを豆腐っていうのはちょっと無理があるような気がしますし、しかも、もう材料がですね、砂糖、甘栗、植物油、豆乳、甘栗ペースト、牛乳、寒天、ゲル化剤、酒精っていうんですか、香料、着色料、乳化剤ということで、豆乳が入ってるから豆腐って言うんでしょうけど、形が豆腐っぽいだけで、豆腐の感じは一切ないですね。エネルギーが、この1個あたり、個別包装の1個あたりが98キロカロリー。確かにこのお菓子として、まあ、デザートとして楽しむにはいいですけど、おかずでこれが出てきたら ちょっと困るかなと。まあ、僕2回目はないかなっていう感じですね。ただ甘いのが好きな、豆腐が苦手な人、そういう人にはいいかもしれません。では。